レッツリライフ、ともはるきです。というわけで、本日は2019年12月31日、大晦日ということでですね、FL はるきチャンネルで毎年やっている今年の振り返りみたいなものをやっていこうと思います。でね、今年も、元旦の方にあげたと思うんですけれども、500円玉貯金をやりましたんで、まあ、こちらを開けながら皆さんと振り返っていこうと思います。まず最初にですね、毎年記録している現在のチャンネル登録者数みたいなものを共有していこうと思います。ね、現在ですね、31日の1時半なんですけど、登録者が121,790人でございます。去年の今日は何人だったんでしょうね。はい、去年は言ってませんでした。ふざけんじゃねえ、去年の俺。言っとけよ。去年のね、10月、11月ぐらいに10万人突破して、今12万人ということで、2019年は伸びてないです。2019年の目標を去年の俺が言ってるんですけど、登録者20万人とミリオン再生の動画を1本作るみたいな、どっちも達成できずということでね。いやー、2019年はね、ちょっと、ま、いろいろありましたね。その動画的にはいろいろなかったと思うんですけど、俺の心的にはいろいろあったんですよ。簡単に撮れるやつとかをちょっとあげたくないなっていう尖りというかね、高校生ならではのそういうこだわりが良くない方向に出てしまいまして、まああんまり動画をね、投稿できなかった一年でしたね。今年は。うん。それを引きずってました。何やっていいかわかんなくなりまして、まあ最近よくやってるね、モーニングルーティーンとかも、なんかその、ただやるのはちょっと面白くないというか、オリジナリティがないよな、みたいな風に思っちゃって、できてなかったんですけど、うん、できてなかったっていうのがあって、ちょっと投稿頻度もね、下がり、やる気もちょっと低迷していたのが、まあ、2019年の4月から、まあほんとここ最近まで、11月の中旬ぐらいまで、ずっとそうだったんでね。まあ月に動画が4本しか上がらないとかもあって、登録者も減った月とかもありましたから、まあとはいえね、最近はやる気もちょっと上がってきましたし、とりあえずこういう方向性で行こうっていうのが定まって、それも求められてるし、自分でも納得してるんで、まあ気持ちよく動画投稿はできてるんで、まあこの調子でちょっとね、頑張っていきたいなと思っております。今はね、メンタル的には2019年最高です。はい。まあ、でもまたね、こう、年末で上がって、2020年の1、2、3で下がっていくっていうのがないように頑張っていきたいと思います。さあ、皆さん気になっているね、こちらの30万円貯まるバンクに入っている500円玉の数をね、数えていこうと思うんですけど、去年はね、ほぼパンパンになったんですけど、今年はあんまり貯金をできてなかったみたいで、ちょっとね、隙間が空いちゃってます。大体3分の1ぐらいしか、入っていない感じですね。いきまーす。すごかったわ、普通に。まあね、これをちょっと数えながら来年の目標でも話していこうかなと思います。まあ来年の目標は、まあ、とりあえずまずは今年達成できなかった登録者20万人を突破しようと思います、本当に。まあ2020年ということでね。まあ、20がかかってるんですけども。でも、あとは、メンタル的な問題で、悪い方向でこだわらないっていうことですかね。言ったら、寿司ラーメンりくくんとか、第二グループさんみたいな動画のクオリティを僕は作りたかったと思うんですよ。ただ、まあ、当然ね、あんなね、高クオリティの動画は、そんな量産できないわけですよ。自分にできることはあるけれども、それは自分がやりたくない。ただ、自分がやりたいことは、そう簡単にはできない。みたいな、悪循環というかね、良くないところにいたんで、まあ2020年はそうですね。まあ学校もあるので、そこまで無理せずに自分がこなせる範囲で、自分も納得できて、視聴者の皆さんも納得できる動画を作っていけたらいいかなと思っております。結構それが一番リアルな目標かもしれないですね。まあ、数字とかは分かりやすいんで言っときますけど、まあ自分の中では今言った目標が一番いいです。ちょっとうまくまとまってないんで伝わってるか分かんないんですけど。だって1年前の俺とかあれですからね、激辛ペヤング、ただ食べるだけの人に悪態ついてましたから、どういう方向で尖りを見せてるんだっていうね。まあフリーライフを送っていこうよって感じですわ。あとは、皆さんにはあんまり関係ない目標としては、学校にちゃんと行こうってことですね。どうしても、
高校の頃の癖が抜けなくて専門学校にね行けない日があるんですよ。眠すぎて、まあ、完全に怠けなんですけど、それをなくしていこうっていう、ちゃんと学校行こうっていうね、学費払ってるしちゃんと生活をちゃんとしようっていう目標ですね。まあ、だからその専門学校に行くこととかも動画にねしちゃうかもしれないんですけど、まあ、より身近にね俺の日常を感じてもらえればいいかなと思います。まあそんな感じですかね。あんまりたくさん目標を作ってもしょうがないんで、まあミリオン再生はねやめときます。多分ミリオン再生を狙いに行く動画っていうのは少なくなると思うので、まあそれよりかはね俺の趣味とか日常を切り取って動画にしていく方が自分のスタンスに合ってるなっていうのを最近思ったんで、ミリオン再生っていうのはね結構気合を入れて動画作んなきゃいけないんで、まあ、そういう動画もまあ作るとは思うんですけど、2018年19年ほど狙いにはいかないスタンスでいこうと思います。まあなのでまとめると、登録者20万人と自分が無理せず動画投稿を続けていける動画の内容とかね、そういうラインを見極めて、まあ、投稿頻度を保つっていうねところですね。まあメンタル的な目標です。じゃあ、 あとはひたすら数えていきます。あー、この動画で自由にやっていこうって言い忘れた。今年最後の自由にやっていこうが、自由にやっていこう。まあ単純な言葉でまとめてしまうと、まあ前は邪道な動画しか作りたくないみたいなこだわりがあったんですね。それが最近なくなったんで、まあ今の状態を続けていこうよというか、まあ臨機応変にね気持ちを変化させていこうっていうですわ。あーあー惜しい。はい、こんな感じでね、これ一束10枚ですが、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 でここで1列5万円で5万、10万、15万、20万あると思ったら19万1,500円でございました。まあ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 去年に比べたらってことっすよ。いや、何回見てもこの金貨がいっぱい入ってる感じはたまんないっすね。というわけで今回は以上でございます。2019年の振り返り、そして今年最後の動画でございました。まあこんな僕ですけれども、来年もよろしくお願いいたします。というわけでまた来年でお会いしましょう。皆様良いお年をお過ごしくださいませ。じゃあね。